称号八回の苦しみを得て男は問わねばなるまい、何を得たのかを。どうもレオチャンネルです。セレクトミキサーで獲得したベストナインの大山雄介、大山雄介の称号をつけていきたいと思います。もちろん狙うのは安打製造機、安打製造機がつけばミパ AA 同値。それではチャレンジした動画をご覧ください。どうぞ。どうしてだよ。はい、ということで、決まりませんでした。8回チャレンジして決まりませんでした。で、あと1人ね、この、AA のセンター守れる大山雄介いるんですけど、さすがにこの大山は使いたくないっていうので残してます。まあ、ということで安打製造機ではなくてね、電光石火がついた、7979総力 B の大山雄介をとりあえずしばらくは使っていこうと思います。AA チャレンジについてはね、また大山雄介の A ランクが獲得でき次第やっていきたいと思います。それではランク戦いってみましょう。お相手は4割前半の打率、まあ自分と大体同じくらいですかね。それでは対戦やっていきたいと思います。もちろんこっちはね、阪神純正でやっていきます。ピッチャーはビーズリー。ビーズリーの強みとしてはスライダー、あとなんだろう、ツーシーム、フォー、スプリットか、この辺をうまく使うこと、あとカットボールか、この辺をうまく使うことで、相手の狙いを絞らせない。打を早速打たれた。はい、早速ね、ちょっと今相手の方がスライダーとかね、変化球待ちになっているのに対して、変化球を投げてしまったっていうのがあんま良くなかったですね。相手の狙いじゃないものっていうのを選択していかに投げられるかだと思うので、まあ、ちょっと配球気をつけながらね、投げていきたいと思います。この方ね、多分ね、変化球のタイミングで待っているとは思うんですよ。ただ山川一発があるんでね、ちょっとそこら辺ケアしながら丁寧にいきたいと思います。はい、まあ最悪ね、ゲッツー狙いであえてフォアボールでもいいかなと。まあ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 、これはねピッチャー変えよう。広角が出ちゃうとね、何があるか分かんないんで、桑原さんでいきましょう。タイピン、タイピン出ないか。タイピン出たらねまだいいんだけど、しかも超広角出てるっていう、いやきついな。あえて外角投げてみましょう。意外にね、多分見てくる方だね。振るかな、どうだろう。おーおー、オッケー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 。いやー、これはねファーボールでいいわ。まあタイピン出てないし、よし。いやー、筒香も結構強い。いやー、もうこれは勝負しましょう。超タイピンチの桑原 VS 広角打法の筒香、どっちが打つか。いいマッチアップだ。 OKOKOK。 まあ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 、どうだろうな、振ってくれるタイプだったらいいんだけど。 OK、 意外に振るな。これはちょっとあれかもね、内角寄りの球の方が振ってくれるかもしれない。よし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 、ナイスピッチ。さあ打撃いってみましょう。真由美さん、あ、そう、この YouTube でねリアタイの動画を上げるのをきっかけに、応援歌を、ちょっと今買ってなかったんですけど買ってみました。よしよしよし、やっぱ応援歌があるとテンション上がりますね。本日の主役大山雄介。はい、いいボールだな。どうだ。おー、入った。絶対切れると思ったけど広角出てなくて切れなかったですね。あー、やばい。ホームランを打った後打撃が雑になるっていうのはあるあるですよね。えーぐ、バース、えーぐ。
で、近本に代打をいつもここで掛布さん入れるようにしてます。掛布さんが代打にいる阪神純正の打線の恐ろしさ、改めて見てもえぐいなって思います。まあしゃあない、ジェフをここで投入しようと思います。まあ、桑原さんがねよく頑張ってくれたんで、まあジェフだったら大丈夫でしょう。一応阪神純正で一番信頼できるピッチャーはジェフ・ウィリアムズです。 OK、 ナイスピッチ。いや、古瀬さんか。この辺のねボール強いですよね。あー、うまいな。この方あれだな、変化球打つのうまいな。殿崎さん、おー、代打しないのか。そうか。あー、うまい。いやー、これはやっぱ同じところにね同じボールはまずいっていう、うまく打たれちゃいましたね。タイピンがただ出ないっていうのが気になるな。いやでもスライダーちょっと見せときたいな。 OKOKOK、 まあ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 、まず一つね。よしよしよし、超大ピンチ出た。うん、マッスラーあたり見逃してくるんじゃないかな。ここ同じところにスライド行きましょう。OK、うん、対戦ありがとうございました。これまたね同じような4割ぐらいの打率の方ですね。うわ、やったわマジで。嘘でしょ、えぐ。まあ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 、2失点ね、いけるいける。いやー、頼む大山祐介。いや、応援歌マジでかっけえ。えぐー、マジかよ。全然手が出ない。いやー、どうだろう、スラーブあたりできそうだけど。よしよしよし、次ツーシームじゃないかな。いやー、分かってたのに。さあ、バース特の全部出た。いや、そっか。まあまあまあ、これからですよ。ここで大竹さんがね、しっかり抑えてもらって。OK。最終回、逆転して、さよなら決めて終わりましょう。ああ、ちょっと甘かったね。今のは打たれちゃってもしょうがないわ。ああ、ここゲッツー取りたいけどな。村上か。ああ、広角も出てくる。セカンドゴロ打ってくれ。ああ、甘かったか。ちょっと甘いな。いやー、これはね、ピッ
じゃあ変えようか。あー変えよう。なんかね打たれる予感がする。さっきも言ってもらったけど桑原さん言ってもらおっか。よしよしよし、タイピンしてる。あムービング S 桑原さん、どこまで戦えるか。さっきはね見事な火消しでしたけど、今回はどうか。ベストピッチ出ていく。お来た、えぐ最高の5-4 5-4-3 か、5-4-3で、ここで近本に対して、掛布の代打。いやーここ掛布さんマジで打ってくれ。めっちゃ大事な場面、こういう時にね先頭が出るか出ないかめっちゃでかいからな。あー切れるか、広角でしたらな。えぐい、マジかよ。金本さん頼む。わあしょうぼい、しょうもない。いやーここで終わるわけにはいかない。よっしゃ、いかないか。オッケー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 、つないだつないだ。田淵さん大バッチ。さあヒロンさんに代打、岡田監督です。お来た、さよなら男。ピッチャー変えるか、マジか。あー松井さんね、オッケーオッケー。いやー特能全部出たわ、絶対いける。およし次狙い目だよ、次狙い目、絶対ストライク入れに来る。行くか行くか行くか、うわー惜しい。ただね同点同点、ないバッチ。さすが岡田さん。いやもうこれでさよなら決めよう。甘い、あーもったいねさあ延長戦ということで、ピッチャーどうしようかな。さすがに怖いけどな。おただ超タイムピンチ出るか、行くか。じゃあダメ元で、あーおー危ねえ危ないな。ちょっと一回ね違うボールで目を違う印象にさせてから本命のムービング。オーケーオーケー、振ってくれた。結構多分これボールに逃げてほしいな、ボールに逃げてくれ。いやうちに来たけど、まあ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 良かったわセンターフライで。いやー超タイピッチ出たけどね、多分もうね目が分かってきちゃったな、ムービングのエース。ここは手堅く藤川球児さんに行きましょう。ゲッツーがいいな、ゲッツー来た、ゲッツー。まあまあまあしょうがないか、しょうがないしょうがない、ここで抑えよう。うんオッケー。さあ逆転だ、逆転というかさよならか、さよなら行こう。大山さんにね見せ場作るためにちょっと手堅くバントで行かせていただきます。何をしてる、やばい、あやばい、チャンスだったのに。いやしかもビエイラに代わって大
いピンチ出れるっていうね。詰んでるな、これはまずい。ストレート早いわ。さよなら行こう大山。あ、